東中野奈央、アイドルグループマーマレードの元メンバー。解散後はモデルやコラムニストとして活動。いろいろ経歴を調べてみたけど、やっぱりプロデュース業は初めてみたいね。アイドルとしては才能があったのでしょうけど、プロデューサーとしての才能は全然別物。彼女がパスパレにとって本当にプラスになるのかしら。千里ちゃん、お風呂沸いたよ。先どうぞ。ありがとう。もう少ししたら入るつもりだから先に入っていいわよ。でも昨日も私が先に入ったし、千里ちゃん帰ってきてからずっと画面とにらめっこしてるけど、もしかしてレポート？私も調べるの手伝おうか。ううん、レポートではないわ。ちょっといろいろあって。大丈夫？私でよければ力になるよ。いえ、そこまで重大なことではないの。でもそうね、カノン、ちょっと話を聞いてくれる？うん、もちろんだよ。実は今日パスパレの東京アイドルサミット出場が正式に決定したの。え、それって最近ネットニュースでもよく取り上げられてる大会だよね。すごいね。ええ、それで大会で勝ち抜くためにパスパレにプロデューサーが就任することになって、しかもそのプロデューサーはあやちゃんの憧れてるアイドルグループマーマレードの元メンバーだったの。ふぃー、一日でいろんなことがあったんだね。私だったら目が回っちゃいそうだよ。でもそっか、それじゃあパスパレはこれからすごく大きな挑戦をするんだね。ええ。なんだかワクワクしちゃうね。え、あ、もちろん大変なこともあると思う。でもそれ以上にきっと楽しいことやドキドキすることもいっぱいあるんだろうなって。確かにそうね。まだ何も起きてないのに不安にばかり目がいってしまうのは私の悪い癖だわ。そうだったんだ。でもそれって千里ちゃんのいいところでもあるんじゃないかな。心構えをしておくことって大事だと思うし。ありがとうかな。話を聞いてもらって楽になったわ。お風呂入ってくるわね。うん、どういたしまして。今日はつぐみちゃんおすすめのシトラスの入浴剤があるよ。ゆっくり使ってきてね。自分もどんなレッスンになるのかすごく楽しみです。憧れのグループの人だからってちょっと張り切りすぎじゃない？確かにそうですね。そんなすごいアイドルのレッスンを受けられると思うと改めて緊張しますね、千里さん。そうね。まずは着替えておいで。はい。え、着替えるんですか？あの今日はレッスンの予定では。ちゃんと分かってるって。
車用意してるから着替えたら集合ね。どこに行くつもりですか？それはもちろん聖地巡礼。みんなシートベルト締めた？車体のあちこちに結構なへこみと傷があったんですが、ひょっとして運転中にぶつけたんですか？あー、それ違う違う。それはね、それは、それは、みんなシートベルト締めた？なおさん、免許取り立てなんですか？で、電車移動にしませんか？もしくはタクシーとか。冗談だよ冗談。あれは昔の傷、車庫入れ派手に失敗しちゃっただけ。免許はちゃんとゴールドだぜ。本当ですか？本当本当。よっしゃ、それじゃあ聖地巡礼に行くとしますか。みんな振り落とされんなよ。あ、